ユイマコジユイマコジ、ムクショウ、せいぼつげは、古代インドの商人で、釈迦の在家の弟子。古代インドビジャリ城の富豪で、釈迦の在家弟子となったという。元前世は、妙貴国にいましていたが加勢して、その身を在俗にいし、大乗仏教の奥義に達したと伝えられ、釈迦の教家を助けた。無償をしという境地を得た保身の大古寺と言われる。なお、 彼の名前はゆいま行を中心に、大発涅槃教などでも、伊徳く正王などとして挙げられている。従って、北伝の大乗教典を中心として見られるもので、南伝パーアリー語文献には見当たらない。これらのことから彼は架空の人物とも考えられるが、実在説もある。彼が病気になった際には、釈迦が誰かに見舞いに行くよう勧めたが、シャリホツやメレン。 大歌唱などの荒間の昭文集は彼にやり込められたことがあるので誰も行こうとしない。また弥勒などの大乗の菩薩たちも同じような経験があって誰も見舞いに行かなかった。そこで釈迦の弟子である文殊菩薩が代表して彼の法上の居室に訪れた。その時の問答は有名である。例えば文殊がどうしたら仏道を制ずることができるかと問うと、ゆいマは 非道を行ぜよと答えた。彼の真意は、非道を行じながら、それにとらわれなければ、仏道に通達できるということを意味している。大乗経典、特にこの結魔行では、このような論法が随所に説かれており、後々の前科などで多く引用された。一級操順などはその典型的な例であると考えられる。ありがとうございます。